皆様こんにちは、立前ナビゲーターの高天原由紀です。私と一緒に立前の方法を覚えてストレスに強い心と体を作ってください。まず立前を始める前に準備体操をします。私が普段行っているものを紹介しますので、自分に合うと思うものを選んで、10分程度やってみてください。まず大きく伸びをします。この時のポイントは、水にボールが浮かんでいて、そのボールを手のひらでキュッとこう押し沈めるような、少し手のひらに圧を感じるような感じで押し沈めるということですね。あとそれからこの押し沈める動作の時に、ご自分のおへそが背骨に向かってちょっとこう近づいていくような感じ、お腹を締める感じ、おへそが背骨に向かってちょっとこう入っていくような感覚を持つことです。押し沈めて上がっていって斜め上、ここで手の甲を眺めるようにしながらキープ。1、2、3、4、5で離します。2回目は同じように押し沈めて、おへそちょっと中入れて、今度は顔は正面、腕は同じ位置、肋骨が持ち上がっていますね。1、2、3、4、5。3回目、今度は同じように押し沈め、おへそ中に入れて持ち上がっていって、この時はね、顔を首を前へ倒すようにして、腕の位置は同じです。1、2、3、4、5。